はい、皆さんこんにちは、西井です。今日はですね、コンティニューしてね、電車でご遊びたいと思います。エクストラはやめといて、これ東海道本線でね、行こうと思います。221件わかんないんだよな。ここもセガサタン版で一発クリアしてるからな、ちょっとわかんないんだよね。一発クリアしてるからさ、何回も繰り返しやってればね、全然いいんだけど。ここで原点もらって、ちょっとやって、警笛を鳴らして。これ制限速度も破ればいいのか。これ制限。オッケー。制限35破ってて迷ったね。なんか全然減点食らわなかった。201系は変わってない。多分201系だと思う。左も右も。制限。制限35。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は途中長岡京まで途中に停車いたします。281系ですね。この車両も結構古い車両だけど、かっこいいよね。だいぶ前からいる車両だけど。制限解除、さあ、どう変わってるか。ここで221系出てきたっけ。ここそんな何回も繰り返しやり直しないからわかんない。あ、でもコンテナがないね。コンテナがない。大行列のコンテナが確か並んでた気がする。はい、進行。あ、ここで221系が出てくるんだ。ちょっと違いますね。若干違いますね。あと13秒しかないの。あと8秒。あと3秒。ああ、いい。あの車両も止まんだ。左の。通過してないもん。結構斬新だね。普通に遊んでるより面白いね。山陰本線は全然分かんなかったから、あんまり面白くなかったけど。早っ。加速早っ。一緒に、ほぼ、同じタイミングで駅に止まったと思うんだけど。第二兵装、進行。221系も結構古い車両になってきたよね。初代電車で GO でもいる車両だから。桂川。いいかな。201系か。ここ変わんないかな。
電気機関車、電気機関車いたっけ、あそこいたか、なんか見た、見た気がする。厄介だなこれ。あんまりうまく停車すると雨降っちゃうね。あと5秒。あ、いいや、うん、だいぶ手前で止まっちゃった。あ、クリアはできると思うけど、ボーナスゲームないからちょっと遊んでられないっていうのはある。あ、この車両走ってこなかったよね。こういう何系かわかんない。この車両出てこなかったよね。左側から来るってことはなかった気がする。車両変わってないか。第二フェーズ進行。あれは初代電車で5でもなかったね。コンテナ出てこないね。第二フェーズ進行。出てこないなって思ってんだけど。次は200ギリ。このタイミングに出てきてたのかわかんないけど。どうなんだろう。201系いたかな。長岡京いたか。制限40だよね、高槻は確か。あ、ここでコンテナ、コンテナいたっけ。あ、出てくるか。あ、出てくるね。コンテナ長いんだよね、このコンテナね。ぎっしりだね、コンテナはね。第三フェーズ進行。さあ、どの辺でブレーキ、ブレーキのかけどきは分かんない。
もしれない。雨降ってるか。ちょっと早いか。次は長津。221聞いたかな。長津。ちょっとわかんないです。第一場内進行。何気なの207気でいいの。場内ちょっと時間あるか、ちょっと分かんない、ミスったかな。あと10秒しかないけど、48秒あるから全然大丈夫だと思うんだけど、あと3秒、やべ、いいや、7秒くれか。確か発射するとき左から117系が出てくるんじゃない、確かそんな感じだって。確か左から出てくるんだけど出てこない感じだね。進行、制限35。ああ出てこないね。確か117系が出てくるはずなんだ。制限、制限解除、はい、あここで出てくんだ。左側から出てくるよね、確か。セッツ飛んだってやつね、これね。難しいよね。また駅名読むのも難しいよ。201系とか出てきてるから、221系とか出てくる。あれは58系かな。もう一人あったっけ、出てきたっけ、すれ違ったっけ。ちょっとスピード落とすの早かったか。この辺だね。時間ねえ、こんな時間ないことあんの。うわ全然時間ねえ。ああ7秒遅れたよ。さあボーナスゲームがないんで辛いです。まあ、でも若干すれ違う車両、初代電車で GO プレステ版と違うもんね、やっぱり。全然違うもん。まあやっと雨やんだよ。あれプレステ版の初代電車でゴーコンティにすると雨降らないんじゃなかったっけな。あ、さっきの何系かわかんないけど189系なわけないな。L 特急とかもあるよ。なんかプラレールで L 特急って出てきたのあったけど覚えてるけど。
発か。もうここはもう120フル加速で行ってもいい。221系。第5編集進行。201系。この辺は変わってない気がするね。第4編集進行。あ、また。あ、違うね。確か583系と並走じゃなかった？今言ったの221系だもん。追い抜かれない。初代プレステ版だと120フル加速でも追い抜かれんだろ。追い抜いてこない。まあ、スピード通せば追い抜いていくんだろう。で、ブレーカー来ちゃうか。追い抜いてこない。通過しそうだね。あと20秒もあるの。あ、これぐらいだね。あと10秒。6 5 4 3 2 1。 OK。 583系と並走だった気がするね。微妙に違って面白い。対等のビルないんだ。確かね、プレステ版あった気がする。また221。好きだね。本当に201系か。まあ変わってない気がする。淀川。ここか、淀川花火大会って。有名だよね、淀川花火大会ってね。関西行ったことないけど、淀川花火大会ってなんか有名だよ。で、ここの制限40なんだよね。次は、終点、大阪、すごいね、この並走なんだ。通過するの、これ大阪通過するってあんの？両内分かんないね、これ。ああ、でも通過しそうだね。駅のホームが長いからね。ああ、でも通過したね。止まるかなと思ったけど。大阪。あと10秒です。大丈夫だ、42秒も残ってるや。OK。 39秒で終わったか。
おお、比較的点数高い。カットできないんだよな、本当に。カットできれば。ほら。いやー、これね、ちょっと電車で GO のプラグ&プレイ2の新幹線がね、なかなかクリアできないから気晴らしにやってんだけどさ、これいいね、やっぱりね。これも難しいと思ったけど、なんか簡単に思えてくるよ。まあ難易度普通だからね、難易度ノーマルだから、まあ別にそんなにね気負わなくていいからいいよ。あるよね、結構昔のゲーム、あの発射由来ガタンゴトンっていうゲームがあるんですよね。あの N ゲージの電車運転シミュレーションゲームがあるんですけど、あれもエンディング飛ばせなかったからね。です。名前入力あんのかな。なくてもいいんだ。おめでとうございますね。あー、やっぱあったか。からあれだったのか、記録更新されたから名前入力があるのか。おめでとうございます。サイン本選の時はもうランキングに入れないから名前入力なしだったんだね。もうでもこれ飽きるほどやったけど、で、あと山手線やって終わりだ。山手線だったら変化に気づきやすいと思う。あれも20回ぐらいやり直したから。電車でゴということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。